ブルーの ZB26 軽機関銃は1926年にチェコスロバキアで開発された軽機関銃である。旧日本軍ではチェコ機銃と通称された。設計者のバーツラフ・ホレク第一次世界大戦中、各国の軍隊は軽機関銃を威力の弱い妥協の産物としか見ていなかった。当初の軽機関銃はありもの,の臨時採用、重機関銃の軽量化等で、 必ずしも満足できる性能であるとは言い難かった。しかし戦訓を検討するにつれ、過半性が高く不評分隊に随伴でき、コンパクトで容易に射撃位置につけられ、戦闘での即応性に優れる軽機関銃は、もはや近代的な不評戦闘に不可欠な存在であることは明らかだった。これに伴い、各国の軍隊では、第一次大戦中から本格的に、 軽機関銃の研究開発を開始、対戦末期のアメリカ軍のブローニング M1918A1 バーに始まり、1920年代には日本で11年式軽機関銃、フランスで FMMLE1924-29 軽機関銃、ソ連でも DP28 軽機関銃が正式化されるなど一気に軽機関銃の採用ラッシュが始まった。 チェコスロバキアもこの数勢に従い、軽機関銃の開発、生産を盛んに行った。背景には二つの動機があった。一つは、国防のためで、旧オーストリア・ハンガリー帝国から独立して間もない、チェコスロバキアの国軍は弱小であり、防衛力整備が急務であった。もう一つは、外貨の獲得で大量生産した機関銃を輸出した。 そしてオーストリア・ハンガリー帝国時代からの重工業、地帯であったチェコ地域には優秀な兵器を開発、生産するだけの充実した工業基盤が存在していたのである。チェコ陸軍は1923年に神経機関銃の要求使用を確定し、ブルの兵器賞の銃技種であったバーツラフ・ホレクにより設計が行われた。試作は極めて順調で、1926年に ブルノ ZBVZ26 軽機関銃としてチェコスロバキア陸軍に正式採用された。銃自体の重量は約 8.9kg と他国の軽機関銃と比べ若干軽量であった。ガス圧作動方式を採用し、小生前方の重心を調節リングが囲む形状のガスレギュレーターを備え、ガスチューブへ導くガス圧を7段階で調節できた。 弾薬としては、小銃弾をそのまま使用できた。重心には、キャリングハンドルが付属し、これを使って加熱した重心の交換作業も容易に行うことができた。また、重心自体も300発ほどなら無交換で使用できた。そして、ZB26K 機関銃の最大の特徴は、壊れにくいことにあった。当時の多国製の機関銃と比べ、 ZB26K 機関銃の機関部などの故障の少なさは驚くべきものであった。高性能で価格も安い ZB26K 機関銃は各国に知られるところとなり多くの国から輸出の引き合いがあった。この他にも ZB26K 機関銃の優秀性からライセンス生産を行った国も多い。1926年から生産された。 ZB26 系機関銃はその後順調に他国への輸出を伸ばし輸出先の国々で高評価を得た。正式採用した国はルーマニア、リトアニア、ユーゴスラビアであり、ユーゴスラビアでは国産化も行われた。イギリスは ZB30 を原型としてブレン系機関銃を開発採用した。ブレンケ機関銃は第二次世界大戦中に援助兵器として ソ連にも供給された。もっとも弾薬規格が303ブリティッシュ弾のままでユニバーサルキャリアに搭載されたものを除き前線で使用されることはなかった。チェコスロバキアがナチスドイツに占領されるとドイツ陸軍でも MG34 の代用として1930年代末から1940年にかけて限定的に使用された。慢性的に兵器不足だった。 武装親衛隊では一部のエリート部隊を除き第二次世界大戦中を通じて広範囲に使われている。第二次世界大戦中にドイツから武器供給を受けた独立スロバキア軍、クロアチア独立国軍でも使用された。なお、チェトニクはユーゴスラビア軍の装備していた ZB-26 をそのまま使用していた。一方アジア方面にも輸出され、特に 中華民国には ZB26 や ZB30 軽機関銃が大量に輸出され、その後国産化も行われた。国府軍に装備された ZB26 は第二次上海事変における日中双方の主力軽機として使用される活躍を見せた。日本陸軍の11年式軽機関銃が弱層の 6.5mm50SR 弾薬を使用していたのに、対し、 ZB26 は威力や射程で勝る 7.92mm57 弾薬を使用していた。また11年式のホッパー式球団機構では相談士が保護されていないため砂人や丁寧に弱く、突っ込み、相談不良といった故障が頻発して使い物にならなかったのに対して ZB26 は故障知らずであり、軽機同士の射撃戦で 日本軍は圧倒されたため多くの兵員が失われた。日本兵の多くは ZB-26 の攻撃で倒されたため、日本兵は無故障機関銃、チェッコ機銃と呼んで恐れたが、一旦露覚すると我が軍新鋭機銃と称してそのまま使用したため、結果として ZB-26 は中国軍、日本軍の双方で主力兵器として使用されることになった。 重機関銃の三年式機関銃ですら、z b 二十六に十分対抗できず、七七点ミリメートル五十八 s r 弾を使用する九十二式重機関銃の登場で、日本軍は、ようやく z b 二十六との射撃戦に一定の見通しを得たほどだった。日本軍は、中国で z b 二十六系機関銃を製造していた、ふとし小僧兵将などを占領し、 大量の七点九二ミリメートル五十七弾と z b 二十六を露角すると、これを純正式として知識七ミリメートル9軽機関銃の名で採用し、装備に加え、弾薬も九十八式普通実砲として、日本国内の造兵省で製造するようになった。国産化された七点九二ミリメートル五十七弾薬は、後に航空機用の九十八式旋回機関銃の 試験に際して流用された。日本軍は2万丁もの ZB-26 を運用した。その後、11年式軽機関銃に代わる新型軽機関銃の研究、開発の際、陸軍造兵将は露格した ZB-26 を参考に一部変更を加えた姿勢 B 号軽機関銃を試作した。この銃は南部銃製造所案の姿勢 A 号軽機関銃より、 性能が劣り結局採用されなかったが、97式車載重機関銃開発の際に流用された。また、99式軽機関銃には 7.7mm58 弾が採用されたが、この弾薬変更の背景には 7.92mm57 弾の高威力があり、軽機関銃の後継拡大に合わせて99式炭小銃が採用されている点にも、 ZB-26 とモーゼル小銃の同一弾薬による運用が与えた影響を見ることができる。なお、戦後に自衛隊向けに開発された64式 7.62mm 小銃のガス利用式装填機構も本銃をモデルにしたものである。第二次世界大戦後、ZB-26 系機関銃は国境内戦でも両陣営で大量に使用され、朝鮮戦争にも登場した。 また、ベトミン軍にも供給されて第一次インドシナ戦争を戦っているが、その後東側諸国の兵器がソ連製に統一されるようになると、部品や弾も供給されない ZB-26 系機関銃は少しずつベトナム軍から姿を消していった。イギリスのブレン系機関銃は使用弾薬を303ブリティッシュ弾から7 6 2 x 5 1ト、mm、ル NATO 弾に変更して、L4 機関銃となり、1980年まで使用されたほか、インドなど原用で使用している国もある。また、崩壊後に生産な内戦を招いた、旧優護諸国では、民兵の主装備として 7.92mm57 弾薬を使用する M、ZB26 や MG42、M53 が使用されたことが知られている。ありがとうございます。